はい。それでは線形代数に、えー、線形写像について解説をします。えー、数ベクトル空間内での線形写像をおさらいしておきましょう。A を M×N 行列、M 行 N 列の行列としておきます。いいですね。M 行の N 列と。こういう行列ですね。はい。で、今、A の定める写像っていうのがありました。A の定める写像っていうのは、要するに N 次元数ベクトル、N×1 行列ですね。これに、 m かける n 行列をかけると m かける1行列になるということですね。で、n かける1行列が n 次元数ベクトルで m かける1行列が m 次元数ベクトルですから、これは n 次元数ベクトルに対して m 次元数ベクトルを対応させる写像になっているわけですね。はい。この写像は線形性を持つということがわかりました。これは何かというと、 xy という n 次元数ベクトルとスカラー c に対して ta 括弧 x プラス y というのと ta 括弧 cx というのをまず定義によって書き下すとこういうふうになりますね。で、分配法則とそれから自明な法則を使って、自明な法則と言いますか c 倍はどこにでも出られるということを使うとこのように ax プラス ay c 倍の ax という形になりますがこれを ta を使って元に戻すと ta 括弧 x プラス ta 括弧 y と というふうになります。つまり ,ta 括弧 x プラス y 和の ta による像は像の和になると。スカラバイの ta による像は像のスカラバイになると。まあ、こういう性質ですね。これを合わせて線形性というのでした。まあ、一般にこの線形性というのはですね、結局のところ fx の各成分が x の成分の一意識になっている。ベクトルの一意識になっていると。でしかも定数項がないと。例えばこういうことですね。 3x プラス 5y っていうのはあ、x と y に関して一時式で定数項がありません。3x プラス 5y プラス1とか、マイナス3とかになっていないと。プラス0ですね。そうすると、これは3 5という1かける2行列と 3, x, y の積になります。同じように 4x 引く y 引く3 z 3x プラス 5y 引く4 z というような、こういう x, y, z に関して定数項のない一時式になっていると、行列とベクトルの積でかけると。 ということは言えたわけですね。はい。それでは例題をやってみましょう。次の各シ像が F が線形写像であるかどうかを判定し、線形写像ならば FX イコール AX となる A を答えなさいと。こういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。えっと、1番は、ま、線形ではないんですね。これは、あの、まあ、定数項がありますと。はい。2番は、えー、一応理由ですね。えー、っと、ま、明確な理由として、線形でないことを一応確かめましょう。10の図を考えるとですね、これは、3-0を達して4ですね。ということは、ま、2倍の10、つまり2、20の行き先は8にならなければいけないですね。もし線形性があるとすると。 これはスカラバイの方を見てるわけですけれども、そうすると、20を計算するとですね6、6-0足す1で、これ7なんですね。これはまあダメだと。ということで、まあ少なくとも1個はダメでしたから、これは線形ではないと。はい。2番ですね。2番も線形ではありません。これもまあ、要するにここ2乗になっているのでダメなわけですけれども、一応それをまあきちっと確かめるために、また10の像を計算してみました。10の像は、こっちの方はまあ、一時式になっているので、定数こんな一時式になっているので、まあ2で、 2倍したものが4になるんですけども、なるんですけども、こっちの方ですね。こっちの方がまず4ですね。1になって、2倍はここ2にならなきゃいけないんだけども、20のやつってこう4になるんですね。はい。ということで、これは線形ではありません。ということですね。はい。3番は線形ですね。これは、あの、XYZ の定数項の一イチになっていて、実際こういう行列と、ベクトルの積で書けますと。最後の4番もですね、これは線形であってですね、 これはこう、z の項がありませんけども、これは単に0倍の z ということですね。ここも x の項がありませんが、0倍の x ということで、まあ、これと xyz の積という形で書けますということになります。はい。それでは次の例題2ですね。はい。問題は、線形写像 F というのが R3 から R2 なんですけども、次の書く場合に F122 という122の像を計算しなさいと。こういう問題ですね。これはまあ、つまり線形性を使って求めてくださいね。と、こういう問題です。 はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それでは解説をしていきましょう。まず1番なんですけども、これは100,01001という3つの基本ベクトルの像が求まっているわけですから、それの一時結合としてこのように書けますので、線形性を使って計算すると、それぞれ100の移り先と、 010の移り先の2倍と001の移り先の3倍というふうにして計算することができます。えっと、これは、あの、先ほどの線形性で、この、こういうことですね。c 倍の v たす d 倍の w っていうのは、線形性はこういうふうにまとめて書くこともできますよっていうことが、まあ、すぐわかるので、まあ、これ後で正式にやるんですけども、もう一回やるんですけども、まあ、こういうことですね。これはまあ、2つでも3つでも一緒ということで、まあ、これ一遍ちょっと使っちゃってますけども、こういうことですね。 はい。まあ、あるいはこれ行列で書けるので、えっと、130231ということですから、これに122をかけたと言っても、ま、同じことですねえ。同じように2番はですね、今度は、あの、122が100と011の2倍になるので、まあ、線形性を使ってこれを計算することができて、こういうふうになりますと。100の行き先22と、それから011の追跡13の2倍と、1になると。 で、最後の3番もですね、これは、あの、ちょっとめんどくさいんですけども、756、758と212の一時結合で122を実はかけるんですね。かけるんです。これかけないと、これ計算できないということになります。はい。ね、今のはかけるので、えー、っと、ってますね。はい。かけるので、これを使って、まあ、こういうふうに計算することができますと。こういうことですね。はい。それでは、線形写像の定義をしていきましょう。V と W をベクトル空間としておきます。K をスカラーとしておきますね。 f を v から w のシャドウとするときに、その斜像の線形性というのは何かというと、まあ、このように先ほどの数ベクトル空間の場合にあったように、2つのベクトル xy とスカラー c に対して、和の行き先が行き先の和になるという性質と、それからスカラ倍の行き先が行き先のスカラ倍になる。と、この2つの性質を合わせて線形性というふうに言いますと。 で、線形性を持つシャドウのことを、まあ、線形シャドウ、あるいは一次シャドウ、リニアマップというふうに言うわけですね。で、TA はこの意味で先ほどの出てきた TA はこの,この意味で線形シャドウであるということになります。例えば、微分はですね、これは線形シャドウですと。なぜならば、P1X と P2X という2つの多項式があったときに、その和の微分は微分の和であるということはよく知っているわけですね。で、これはすなわち線形性のその和の方ですね。 でスカラー倍の方も3倍,して微分3倍したものを微分したものは微分したものの3倍だと。c 倍は、c 倍の微分は微分の c 倍だということを知っていますから、合わせて線形性が言えていると。他にですね、例えば px に対して px を2倍したものと微分して3倍したものを足したものとかですね、あるいは px に対して0における値と1における値を並べて得られる数ベクトルを対応させるとかですね、これは線形写像になります。 例えばこちらの方はですねあの普通に px たす qx というのを考えたらですねこれに対して考えるとこれは要するにまあ2倍の px たす qx と3倍の px たす qx の微分とこういうふうになるわけですけどもこれは2倍の px たす3倍の px の微分というこれとそれから2倍の qx たす3倍の pq'x ということですから、まあ、これは要するに まあ微分とその和とスカラバイとをこうまあまあ適当に並び替えれば px 足す qx の px と qx のそれぞれの行き先 f による行き先の和になっているというんですねスカラー倍も同様ですでこっちの方ですね下のこの数ベクトの方もですね同じようにですね px に対してこの px 足 qx の0における値っていうのは p0 たす q0 ですよね で同じように Px+9x という多項式の位置における値っていうのは P1+91 ですよね。でこれ,これですからこれは何って言われたらそれはこれと99091の割になりますよね。ということなのでこれはあの和側に移るということはすぐわかります。まあスカラバイも同様ですね。はいそれでは線形写像の定義の例題1。 えー、Vn を NG 以下の多項式全体として、えー、次のような問題を考えます。ファイを V2 から Vm、M はまあ適当に大きなところとしておきます。あの場合によって行き先が違うので、えー、一応適当に大きいというふうにしておきます。の場合に、えー、ファイは線形写像かどうかを判定せよこういう問題ですね、はい。それでは1番ですけどそれではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。まず1番ですけれども、px,qx を v2 の、まあ2次間多項式として、それに対して、えー、考えます。まず1番は線形ですと。はい。実際ですね、px たす qx の像っていうのは P、p0 たす q0。px たす qx の0の距離値先ほど出てきましたけど、p0 たす q0 で、これプラス p1 たす q1 の x 乗とっていうことですから、これがどうなるかっていうと、まあ、これはもちろん、 p0 たす p1x 次乗という φpx と q0 たす p1x 次乗という φqx の和になりますからこれは言えてると。スカラバイの方も同様ですね。ということで1番は線形ですと。で、2番はですね、これは線形ではないですね。はい。これ2乗のあるところですね。こっちは x 次乗の方にあるんですけど、こっちは φp1 の2乗になってるんですね。そうするとですね、例えば、あの、φx というのを考えると x に対しては0における値は0で、1における値は1ですから1の2乗で x が出てくるわけですね。いいですね。で、ファイ 2x、x の2倍のファイによる像はどうなるかというと、2x における0にはおける値はもちろん0で、で、えっと、1における値は2ですから2を2乗すると4になって、4x になりますけども、これはこのファイ x の2倍ではありませんね。ですから、スカラ倍の方が成り立っていません。 もちろんこれは、あの、例えば、x と x 以上とかの足し算でやってみても、ファイの x と x 以上の和とかやっても、これは、あの、ファイ x、このファイはこの場ですね、足すファイ x 以上とは異なるということあわかりますので、これは線形性を満たさないということが、まあ、どっちにしろわかるということになっています。それから3番は、これは線形ですと。これはですね、要するに px と x のところに x 足す1を代入すると。 例えば、x 二乗に対しては、x 足す1の2乗とかですね。x 足す x の3乗に対しては、x 足す1足す x 足す1の3乗と代入するっていうシャドウですね。こういったものは、これは線形になりますよと。まあ、それはそうで、足したものに代入するということは、代入して足したものとやるということは、まあ、これはまあ、明らかにわかるので、スカラバイも同様にしてわかりますので、これは線形ですと。 それから4番は、ファイ PX イコール P-1PX ということですね。これ P と P が重なっかけてやるのがこう気,になる気になるところですねえ。実際これは線形ではありません。これファイ X は X 以上のときには、P'X は 2X になりますけども、P'1 は2ですねえ。ということで、えっと、ファイ X 以上は 2X 以上になります。いいですね。ですけれども、はい。えー px が 2x 以上、これの2倍ですね。x 以上の2倍であるときには、p'x は 4x で、p' 1は4なので、かけると、まあ、16倍になっちゃうんですね。で、これは、この、こいつの2倍かというと、それは違うということになりますので、これは違いますということになります。はい。つまり、この p という線形性を持っているのと、線形性を持っているのがあるんですけども、言ってみれば、これが1次、これが1次ですから、これかけちゃうことによって、まあ、2次みたいな感じになってしまうんですね。なので、これは、 線形ではないということになっています。はい、ということで、えー、線形性の判定の問題でした。はいまあ、ファイ X は X の多項式とあの、このファイ X と書いてあるやつなんですけども、時々こ,うこの,あのスライドとかを見てですね、ファイ X と X の多項式かなと勘違いしてしまうかもしれませんが、これはあくまで X という多項式のファイによる像の何かある別の多項式ということですので、勘違いしないようにしてください。 はい、それでは次の例題にいってみましょう、えっと。記号は同じものとして VN は同じものとして V2 から VM の次の書く場合に、場、え、合、ー、は線形写像かどうか判定せよということですね、まあ。また同じような問題ですけど、また違う問題で線形性というのはどういうものかというのをちょっとまあ感覚的にも身につけてもらうためにちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。はい。で、1番ですけども、えー、まず、px9 はさっきと同じように v2 にしておいて、えー、1番ですけども、これは線形シャドウです。これはまあ先ほども出てきましたけれども、x のところに x2 乗を代入するということですね。ですから、v2 からこの行き先としては v4 以上ですね。4以上でないと行き先としては入,入ってきませんけれども、だから x に対しては x2 乗、x2 乗に対しては x4 乗とかですね。 x のところに x 乗を代入しますから、例えば x 字乗たす x-1 というのに移すと、x4 乗たす x 字乗1というのが移ると、まあ、こういう感じになりますね、はいで。これは線形であるというのは、例えば px たす qx の像を考えると、まあ、x 字乗代入するだけですから、こういうふうになりますので、これは πpx たす πqx と。c 倍の方も同じようですね。 とにかく代入するという操作はですね、まあ、線形性をまたちゃんと持っているということがわかります。2番は線形ではありません。今度は先ほどとよく似てるんですけども、これは px 自体を事情すると。まあ、先ほどの例題にもありましたように、p がまあ要するに2乗になったわけですね。二乗になっているわけですね。p x かける p x ですから、そうすると p を2倍すると全体として4倍になっちゃいますので、まあ、これはまあそう線形じゃないということになるわけですね。 で3番もこれは線形ではありません。3番はこれ足し算をしちゃってるわけですね。足し算をしちゃうということは、まあ、言ってみれば、px の一時式に定数項がついたようなものですから、これはあの線形ではなくなるわけですね。実際のところ、x 以上を考えると、像を考えると、これは x 以上足す x 足す1になりますが、これ2倍して考えると、まあ、単に 2x 以上に x 足す1を足すと。当然、これは2倍の関係にはなりませんので、これはあの線形シャドウではないということになります。 はい。では三番の四最後の4番ですけども、4番はこれ線形写像ですね。これは、えっと、X 足す1をかけると。X 足す1ってはこれ定一定のものですから、まあ何でもいいようですけど、2X 足す3とか、X 字を引く5とか何でもいいようですけど、とにかく一定の P に無関係な何か、え低、ー、多項式ですね。をかけるということですね。そうすると、これは、あの、例えば、えぇ、ー、PX 足す9 x、X 足す1の場合だと、こう、分配法則によって x、X 足す1倍の PX 足す X 足す1倍の QX になりますから、 これは和に分かれるということですね。ですから、この多項式をかけるっていうんですけども、px に関係して何か px ダッシュ x と px をかけるとかやってしまうと、これは2倍にするとこれも2倍になっちゃって、4倍になっちゃって、まあ、線形性にならないということですけども、これは、あの、一定の、ある一定の p に無関係なある低多項式であればですね、問題なくこれは線形性を持つということがわかります。 はい。それでは、線形性の同値条件、必要条件ということで、線形性に関するいくつか条件、同値条件を確認していきます。F が V から W の線形シャドウであるということと、これはもちろん定義としては、和が和に移る、スカラバイがスカラバイに移るということですね。これ、まあ、あの、和を保つとかスカラバイを保つという言い方をするんですが、これは実は一つにまとめることができて、このように、 まあ一時結合ですね。二つのベクトル V1V2 と二つのスカラ C1C2 による一時結合が、まあ行き先が F で移すと V1V2 の行き先の一時結合になると。まあもちろんスカラーは、係数は同じですね。C1 同じでこうになると。まあこれをまあ要するに一時結合を保つというふうに言うことができるわけですけども、まあこういうふうに一つの式で、一つの条件で言い換えることができますと。でまあ証明としてはですね、もちろんこの 線形性を仮定して、これが言えることを示すわけですけども、例えば C 1 v 1、C1V1 たす C2V2 っていうのは、これはここを足し算で C1V1 と C2V2 っていう、まあ2つのベクトルの和ですから、和を保つということからこういうふうに言えて、で、スカラバイを保つということから各項が C1 項、C に出るわけですね。ということで、この式が出てくるということで、えー、線形性であればこの一 <laughs> 位結合を保つということは言えると。 で、逆に一時結合を保っていれば C1、C2 として特に1を、1の場合を考えれば和を保つか出てきますし、C2 が0の場合を考えれば0場合はこう0で消えますから、こう消えますからこの FC1、V1 が C1、FV1 ということで、スカラー場合を保つというのも出てくると。で、この、まあ、一時結合なんですけどまあ一時結合ってのはいくつあってもいいわけですけども、まあその一時結合、2の M 個の一時結合に対してもこれが成り立つと。 で、えー、まあ、こっち向けはこれと一緒で、まあ,あの、M が特に2の場合とか1の場合考えれば言えることなので、まあ,あと、こっち向けですね。これだけ、えー、つまり、線形性を仮定すれば、2の個数のベクトルの一時結合が、こっち保たれると。え、いうふうな、表現ができると。いう、条件ができると。いうことですね。で、まあ、これについて証明後でまたやることにして、まぁ、あ、この一位結合を保つという、まあ、ことが線形性というふうに言い換えることができますと。 それから、ま、線形かどうかの判定をしたわけですけども、部分空間の時と似たような感じで、0が0に移るということが必要条件として言えます。つまり、線形であるために必要条件が0では0で移るなので、例えば x、P、x プラス1たす px というような、px に対してこういう対応させる写像っていうのは、これ実は、px は0の時これ0にならないので、これは線形でないということは、ま、それで必要条件を満たさないということでわかるわけですね。 まあですが、まあ、あのー、線形性を持つか持たないから、まあ必要条件として、まあゼロがゼロに移るということが、まあ言えますと。まあ部分空間であるため必要条件がゼロを含むというのと似たような感じで、言、えー、いうことができますと。まあ証明は例題でまたやり、やりますけれども。<music> はい。それではまず例題の1ですけれども、おこうですね、えー。まあ3つの場合、先ほどやりましたように、えー 2の個数の一時結合を保つというのがあるわけですけども、まあちょっと手始めに3つの場合でやって、まあそれを一般の M 個の場合でちょっとちゃんとやってみましょうと。こういうものですね。はい。それではまあちょっとこの3つの場合だけでもいいのでちょっと考えてみてください。はい。それでは見ていきましょう。まずですね、この AX プラス BY プラス CZ というのはですね、 こういうふうに、AX プラス BY の1倍と C 倍の Z の和とこういう一時結合と見ることができますので、それを使うと、まず、まあこういうふうになりますね。で、次にこの AX プラス BY で、またこの2つですから、このまま一位結合を保つということで、まあこういうふうになりますので、合わせると、まあこういうふうになると。まあ要するに、機能法ですね。機能的にやればわかるなということが気づくので、 まあ一般の M の場合もですね、最初の M-1 個と M 番目っていうふうに分けてやって、これはこれの1倍とこう分けてやって考えると、まあこういうふうになると。で、この、この部分に機能法を適用して、こういうふうになると。まあもちろん機能法の最初の1個の場合、スカラバイの場合は、まあ線形性のスカラバイを保つと、そのものですから、まあいらないので、えーまあ、最初は分かっているということで、まあ機能法の過程、最初のステップも言えて、あと機能法は、まあ、これが M-1 個の時に成り立つと仮定すれば、 まあ、こういうことは言えますので、結局、一時結合を保つということが2の M 項について言えるというのが線形性の言い換えであるということがわかりました。はい。それでは2番目の問題ですけれども、先ほど出てきました、0の、V の0ベクトルが W の0ベクトルに線形したによって移るということを示しなさいというものですね。はい。まこれをちょっと考えてみてください。 ヒントとしては、この 0v たす 0v イコール 0v というこの当たり前の式ですね。これをちょっとやってみてください。はい。それではやっていきましょう。まずですね、先ほど書きましたこの 0v たす 0v イコール 0v というこの両辺を F で移すと。まあ、F しかありませんので、まあ、F で移すしかないわけですね。 f で移すしかないので f で移しますと。そうすると、あとは f の線形性を使うしかないので、左辺を線形性で分解しますと。0v 足す 0v を f で移すと f0v 足す f0v と。そうすると、こういう式が成り立ちます。で、どうしたらいいですかはい。これと、この式とこの式をよくく睨めっこするとですね。はい。両辺に何かを加えればいいですね。はい。マイナス f0v を両辺に加えれば、 いいですね。そうすると、こういう式になりますけども、右辺の方はもちろん 0W になります。はい。で、左辺の方は、まあ、本当はここカッコがあるんですけども、まあ、結合法則ありますから、3つの和になりますが、この後ろ2つを先計算すると、消えるということで、はい。F0V イコール 0W が出てきました。ということですね。はい。それでは次は、規定と線形写像の決定ということで、 まあ線形写像という、まあ、性質が、線形性という性質があると、実はこの写像はですね、えー、規定の移り先だけで決まるという、こういう性質ですね。これをこれから、まあ、確認していきたいと思います。まあ v、V、えー、Large V というベクトル空間があってですね、これの、まあ、規定がなんか一組ありますと。まあ、でもいいんですけど、規定を一組取りましたと。で、この規定の各ベクトル V1 から VN の行き先がですね、まあ、決まっていますと。 普通の無限集合から無限集合のシャド像の場合、いくつか有限個の行き先を指定してもですね、その方からも自由に動き回れますから、自由に行き先決められますから、シャド像が決まるはずがないわけですね。で、まあ、例えば、まあ、関数とかの場合は X 字上とかで、これも式で決まってますから、これはまあ、あの、入れたらそれに対して値が決まるということになるわけですけども、まあ、線形シャド像の場合はただの性質ですね、線形性という性質があると決まってるだけなんですけれども、 その場合もですね、この規定の移り先が決まっていれば、あまあ、完全に写像として決定すると。まあ、こういうことですね。で、それをまあ実際見てみますと。要するにこの V の2意のベクトル V の行き先が決まればいいわけですけども、これ規定がありますから、スモール、この V っていうのは、ベクトル V っていうのは、こういう一時結合で書けるんですね。先ほどやったように、線形写像は一時結合を保つという話がありましたから、FV はどうなるかというと、 まあ、まずこれ、そのまま代入したものですけども、まあ、こういう形になるわけですね。はい。で、この FV1 から FVN がここでこう、最初決まっているわけですから、計算できるわけですねこ C。この C1W 下 CNWN。ということで、つまり FV は V1 から VN の行き先が決まっていれば、完全に決定するということがわかるわけです。 ということで、まあ、線形写像はこの無限集合の間の写像なんですけども、まあ、規定という、まあ、もちろん有限このベクトルからなる規定を持つという過程のもとですけども、まあ、とにかくその、いくつかの、規定という、まあ、規定のベクトルという、いくつかの行き先の情報だけで完全に決定すると。これがま、線形写像の、ま、顕著な性質ですね。はい。これがあるおかげで、まあ、なんていうか線形写像が、なんかこう、有限の世界の目で見ることができると。 そう、そういう感じですね。例えば、その、数ベクトル空間の場合の線形シ度ですけども、これ、こうじゃ点々ですね。kn から km の線形シ度もこういうふうにかけたわけですけども、これも結局ですね、標準規定という、まあ、n 個のベクトルの移り先が決まっていれば、結局すべての x に対してこれかけると言ってるわけですね。これ、x は x1 から xn ですけども、これは、あの、要するに、この一時結合の係数 c1、ここの c1 から cn に当たるものですね。 になってますので、まあ、全く同じことですね。つまり、えぇ、ー、まあ、数ベクトル空間の間の写像が、なんか行列で完全にかけるって言ってる話と原理は全く同じことになります。はい。で、一般にですね、えっ、ー、と、p イコール p1 から pn っていうのがこうあったときに、えー、これがま、正則であるということと、まあ、kn の数ベクトル空間の規定であることは必要十分なわけですね。はい。ですから、あこの、まあ、一般に fx っていうのを移り先はどう、どうなるかというと、p インバース x っていうのはこれが要するに、 と、この x をこの p1 から pn1 結合で書くというシグマ cipi で書くというときにこの ci ですね。これは要するに p という行列と cn この積ですからこのベクトルは p インバースの x というふうに書けるわけですね。ですからこれは係数ですね。係数ベクトルを表しています。それとこの積になると。まあこういうふうに書くことができますね。はい。これはまあちょっと、えっと、一般の、まあ、これは これは標準規定でやったわけですけども、一般の規定の場合はこういうふうに書けますよと。つまり一般の規定があったときに、何かこう規定が、例えば2次の場合1、2、3、4とこういう規定があったときに、これの移り先はどうなりますかっていうと、これの1、2と3、4の移り先が何かこう決まっているとすると、一般のベクトル X の移り先はこういう形で、FX はこの1、3、2、4という行列のインバース X に、この FP をかけたものになると。まあ、こういうことですね。はい。まあ、これはまあ別に原理としては、あの、はい。この上に書いたこのことを、まあ、ちょっと数ベクトルの空間の場合に特別にちょっと、えー、書いてみたというだけですね。はい。別に公式として覚えろということではもちろんありません。はい。えー、まあ、ちょっと考えればすぐわかるんですね。この今の理屈を数ベクトルの空間にちょっと書き下したということになります。 はい。それでは、規定と線形写像の決定ということで、その例を挙げておきます。例として、F を P3R から P2R への写像で、規定として 1X、X 乗、X3 乗をとって、その像をあらかじめこのように決めておきます。このように決めておきます。そうするとですね、A プラス BX プラス CX 乗、プラス DX3 乗という P3R の一般の弦の F による像っていうのは、 このように一時結合を保つという線形性を使って表すことができますので、それぞれ決められた行き先を当てはめると、このような式になります。で、これをまあ整理すると、こういうふうになるんですね。はい。で、これよく見るとですね、実は F は微分になっていると言いうことですね。はい。これもともとこの1の、一に対して0っていうのは微分。X に対して1も微分。X 上は 2X も微分。これも微分と。 いうこことでこの最初のこの中では微分と気づいた人はああ微分だなと思いながら聞いたかもしれませんがまあ、これ微分になるわけですねはい、まあ、このようにですね、えー、規定の弦の行き先を規定の各ベクトルの行き先を決めておけば、まあ、2のその要素の弦の行き先というのは、まあ、決定するというのは線形写像のまあ、性質というか、まあ、線形写像の本質になるわけですね <music> はい、それでは例題1いってみましょうまず最初の問題ですが F を V から W の線形写像とするときに次の書く場合に書く像を求めなさいと、まあ、VW とかの場合はいろいろ1番と2番で違いますけれどもそれぞれの場合に F による与えられた像を求めなさいとこういう問題ですねはいそれではちょっと考えてみてください はいえそれでは解説をしていきましょう1番はこれはそのままの問題ですので、えー、いいですねはいで2番ですけれども2番は v の規定 x-1x 2乗 -1 の像が今与えられているわけですねまあ v っていうのは f1 イコール0ですから要するに x-1 で割れる多項式なんですけれども、まあ、いろんな規定の取り方ありますが例えば x-1 とそれから x 括弧 x-1 とか、まあ、要するに x-1 と p1k の規定をかけたものがまあいいあの規定になるわけですね。例えば p1k の規定として 1+x2+3x というふうに取れば x-1 と 1+xx1 と 2+3x をかけたものがこの v の規定になるわけですね。はい。ということで、まあ、今の場合は x 1る1と x 1る x 1を規定として取ってその行き先を決めてやるとこういうことですね。 はい、で、3x 乗をく 4x 足す1なんですが、これを1入れると3く4足す1でイコール0なので、この2つの一時結合でかけるはずですね。で、実際このように書くことはできます。x 乗の係数と x の係数を比較して3、3-4と決まって、一応まあ念のため定数項を確認すると、確かに3-3足す4これ1になってますから、これをけると。そうすると、この f による像っていうのは、それぞれ x 乗を引く1の像が、x 乗を引く x-1 で、 それの3倍と。で、x イク1の像は x たす3で、それのマイナス4倍ということで、これを計算して、このような多項式になります。はい。それでは次の例題に行ってみましょう。例題にはこのような問題です。線形写像 k2 から p2k で、以下の条件を満たすものが存在しないものをすべて選べと。存在しないものですね。つまり、今線形性を考えると、こういうことは線形性があれば絶対に起こらないと。 いうようなものをあの消去しなさいというかそれを選びなさいと。で逆にまあ存在するこういうのはちゃんと存在するよという時はその存在するものに対して、えー、PQ の像を求めなさいと。まあ、PQ の像が求まるということは、まあ、要するに K2 の規定 K2 の規定がの行き先がまあちゃんと決まっているということになるわけですけども。はい、ではこれをちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。まず、えー、正解はこの B と C という二つになりますね。はい。まずなぜこれの BC が存在しないかを確認していきましょう。まず B はですね、1、1たす2、3が3、4ですね。これとこれを足したものが3、4になるので、当然行き先もこの割になっていないといけないんですが、これ1、A の方はですね、ちゃんとこれ1、1たす X を 3-X の場で4になっているんですが、これ 5-X、これは、まあ、この二つは明らかに違うものなので、 ここまで一緒ですからね。ここが違うものなので、これはどっちかが正しいわけですけども、これは三こっちの B の方が存在しないということになります。C も同様にですね、えっと、C はこれ見るとですね、21と42を足すと63ですから、1足す X と 3X で4で、これ存在すると思った人もひょっとしたらいるかもしれませんけども、よく見るとこれ21と42と63ですから、21の2倍、3倍になっているので、これ1足す X の2倍、1足す X の3倍でなきゃいけないですね。 はい、ですからこれはあの存在しないということになります。で残りの A と D は存在するわけですけれども11と23の行き先これはまあいらないわけですがこの2つでこう決定するわけですけれどもこの2つので PQ を一次結合で表すにはこのような式で考えれば分かりますね。 はいまあ、pq っていうのは要するにまあえっと標準規定基本ベクトルからなる標準規定の pq とこうなるわけですけども、まあ、この部分をまああの単位行列だと思ってこれとこれのこれ逆行列ですねこれ逆行列でこういうふうに書いてやることによってこれを規定,を規定とするこの11と23という規定に関する係数がどうなるかというとこういうふうになりますよとつまり 3p-2q と -p たす9になるということがここでわかりますのでこれを使って fpq を 3p-29 倍の 1+,x とマイナス -p+,9 倍の 3-x としてやれば求まりますということですね。はい。d の方も同様にですね、この fpq の行き先がこのように計算できますということで、まあ、これ実際 pq の値を具体的に例えば11を入れてみるとですね、これ 1+,4-31x ですから、こうなっていますと。はい。こちらの方もですね、21のやつは 1+,4-1 で 1x でこれになってますね。 はいまあ、あと23と43の一応代入して計算すると合っているということも分かりますので、はい、ということで A と D がまあ,あの存在して行き先はこのようになると,ということですね。はい、えそれでは線形写像の基本性質ということでえ線形写像の合成、まあ、とか。あ 全車単車絡みの基本的な性質をいくつか確認していくことにしましょう、えー、っとまず F とか F1 とか F2 とかいうのを V から W への線形写像 G を W から Z の線形写像ですねですから G0F とか G0F1 とかまあ合成写像が計算できますけどもまず1番ですね0の像は0になるこれは前回やりましたよね必要条件として線形であれば0の像は0ですということで、まあ、これはまあ線形写像の基本性質と言えるわけですねそれから えっと、線形写像の和ですね。えーまあ、F1 という F2 と2つの線形写像があると、まあ、V に対して F1V と F2V の和というのを対応させる F1 たす F2 という線形写像の和というのが定義できるわけですけれども、あるいはスカラー倍え C 倍の F というのも定義できるわけですが、この CFV に対して C 倍の FV っていうやつも、先ほどの F1 たす F2 っていうやつもどちらもまあ線形写像ですね。つまり線形写像の和やスカラー倍も線形写像である。 まあこういうことになります。まあ、これは、要するに、まあ、多項式で言ったら、一時式の、一次式同士をかあの,のスカラバイの和も一時式になるというのと同じことなので、まあ、そんなに難しいことを言ってるわけではないんですね。はい。で、まあ、これはちょうど数ベクトル空間の場合は、行列の和とスカラバイも,も、まあ、同じ型の行列が出てくるよねっていうことなので、そういうふうに考えても、まあ、自然な話だと思います。それから、線形斜度の合成は線形と。 つまり今の場合、この、今の記号で言うと、g0f が線形ですということですね。で、これはまあ証明するとですね、えっと v、v と v' を v の、ラージ v のベクトルとして、c、c' をスカラーとすると。で、要するにまあ一時結合を保つというやつを、例のやつを示せばいいので、g0f カッ cv たす c' v が、はい、どうなることを示せばいいんですかね。 はい。こうですね。g0fv 足す g0fv だしというふうに、こういう,ふうに一時結合になると。これを示せれば、g0f が線形写像であるということがわかるわけですね。はい。順を追って計算していきましょう。まず合成写像の定義からですね。えー、g0f 括弧 cv 足す c だし V だしというのはもちろん、これは g 括弧 f 括弧 cv 足す c だし v だしですね。で、まず f の線形性を使うと、この式は、はい。まあ、こういうふうになりますね。G 括弧 この中身だけを線形性で展開しましたと。で、これよく見るとですね、G の中に C, C 結合がまたあるわけですから、今度は G の線形性を使うと、はい、C 倍の G 括弧 FV+,C 倍の G 括弧 FV' というふうになりますと。で、再び合成シャドウの定義を使うと、C の g ル f 倍の V+,C'、g ル f v ということで、 この式が示せましたということで、合成写像も線形であるということが分かりました。はい。それから4番目ですけども、F が前端者ならば、逆写像 F インバースも線形写像であると、こういうことですね。はい。あの、F は、まあ、線形写像としてですねで、さらに前端者だと、そうですね。で前端者というのはもちろん前車かつ単車ですから、逆写像があるわけですけども、この逆写像も線形写像になるということですね。はい。これちょっと証明してみましょう。 えっと、w と w' を、この f インバースは w から v への写像になりますので、w のベクトル w と w' を取ってきて、スカラーを取ってきて、ごめんなさい、これ c、c' ですね、取ってきて、で、f インバース w、これ w の行き先を v と、要するにまあ v の行き先が w、f の像が w ということですけども、f インバース w' を v' というふうにこういうふうに置いておきます。 でそうするとですね、今、F の線形性しか仮定してない、わからないので使えないので、F の線形性の式を一応書き下してみると、こういう風になってますね。FCV たす C ダッシュ V ダッシュイコール CW たす C ダッシュ W ダッシュになるとで。この両辺を F インバースで移すとどうなりますかっていうと、こうなるんですね。CW たす C ダッシュ W ダッシュの F インバースの像でこうなるんですけども、 ま、これがですね、えっと、まあ、こうなりたい、なることを示したいわけですけれども、はい、えっと、F インバース C、えっと、こことここを繋げるとですね、えー、これ F に F で移して、これを F インバースで戻しますから、F は消えるわけですね。だから、ここは出てきます。CV たす C ダッシュ V ダッシュと。で、CV たす C ダッシュ V ダッシュって何かというと C、C 倍の F インバース W たす C ダッシュ F インバース W ダッシュですから、これは、この、これとこれ見ると、これは F インバースが線形であると。 ということを一定にすぎないわけですね。はい。ということで、全、えー、端者な線形写像は逆写像もお線形写像であると。でもちろん全端者ですから、全端者な線形写像の逆写像は全端者な線形写像であると,ということが言えたわけですね。<music> はい、えー。それでは例題ですね。えー、VA の NG 化の多項式全体のスペクトル空間としておきます。まあ、な何か K という対象、えー、ですね。 実数か複素数上の多項式のナスベクトル空間というふうにしておきますはい問題ですけれども次の写像は線形写像であることを「指名性」と書いてありますね、はい、これをちょっとまあ考えてみてくださいはいそれでは解説をしていきましょう1番ですけれども Px に対して Px であるとか Px に対して P1 であるというのはこれはもちろん線形写像ですね はい。よしですね。どちらもこれは線形シャドウですね。で、従って、px に対して px-p1。これは、要するにまあ、2つの、この px に対して px というやつと px に対して p1 というやつの1倍とマイナス1倍の一時結合ですから、これはあの線形シャドウになるわけですね。先ほどやった言葉ですね。で、それに、えっと、さらに、あの、これ、えっと、これ px 引く p1 というのは 1, 1を入れると0になりますから、x 引く1で割っても多項式になりますので、まあ、ちゃんと多項式になってるわけですけども、 次数も1つ下がってますから V3 のシャドウになっているわけですが、はい。X 1行くして割り切れるんですが、X-1 で割り切れる多項式 QX に対して X、X 1行くして割るという操作は、これはまあ明らかに、あの、えっと、X-1 分の1をかけていると言ってもいいわけですけども、線形シャドウになるわけですね。はい。ですから、これは線形、線形と、まあこれが線形ですから、線形と線形の合成というふうに考えれば、これは線形であるということがわかります。いいですね。 で2番の方も同じように考えると,、えっと、代入するというのは線形でしたと。x イクをかけるのも線形でしたということですから、これは代入と x イクをかけるという2つの線形写像の合成である線形写像と、それから微分して x3 乗、これあの微分して x3 乗代入するという意味ですので、p'x の x に x3 乗を。 代入したものという意味であって、これは Px3 乗を微分したものとはちょっと違いますので、えーまあ、この場合、P'x3 乗の3 x 乗と合成関数の微分法でこうなりますけれども、まあ、そういう意味ではなくて、まあ、単純に微分したものに x3 乗を彫り込めというそういう意味ですね。はいえー、とこっちの方の意味のは、まは、こういうふうに書くか、こういうふうに書くとか、あるいは Px3、まああの, P x の3乗の微分と。 まあこういうふうに書くことにしますけども、こういうふうに書いた場合は、もちろんこれも線形写像ですけども、これは、これとはちょっと違うものですね。はい。ちょっとこれは、両方出てくる可能性がありますので、間違わないようにしてくださいね。で、px の、p'x の3乗は微分したものと微分という線形写像と x3 乗代入したものの合成関数ですので、これはあの線形であると。で、線形と線形の和ですから線形であるというふうになって、従って、 線形ですね、ここに一応書いてあますね。p' 代入して微分したもではないことに注意ということですね。はい。えっ、ー、と、よろしいですか。一応、まあ、例として x x、px が x2 乗足す 2x 足す3のときは、p'x3 乗って微分すると 2x 足す2ですから、この x のところに x3 乗を彫り込んで、こうなると。まあ、こういうことですね。これが、まあ、p'x3 乗の意味ということです。 はい、それでは同型写像の話をしておきます。同型写像というのは先ほど出てきましたけども、全単車な線形写像のことですね。これをまあ同型写像と一言で言ってしまいます。はい、で例えば、高頭写像はもちろん全単車な線形写像ですから、同型写像です。で F が同型写像ならば、F インバースも線形写像で、でかつ全単車ですから、F インバースも同型ということになります。 はい、A が N 次正,正方行列であれば TA は同型写像になります。これはあの逆行列の定める写像が逆写像になりますから、まあ、あの逆写像があるということは全単車な写像でしかも TA はもちろん線形写像ですからこれは同型写像ということになります。はいまあ、このような感じですね。はい、もちろんあの TA は同型であるために必要十分条件でもありますね。これ同系であればあ 要するに ta0tb っていうのが高ャ写像になると。高ャ写像というのは t の e m ですけども、これは ab イコール e ということが成り立つということですから、まあ、a は当然、ランクフルランクの関数、行列ということで、まああの、生息行列ということになります。はい。それから p2r から r3 乗、これはあの、えっと、明らかに全端子ですね。abc に対して、abc に対して abc 取ってきて、これは数に1対1ですから、 まあこれはあの線形かつ、これはあの 1, 1、一に対して基本ベクトル E1、e、X に対して基本ベクトル E2、X 以上に対して基本ベクトル E3 を対応させることによって定まる線形写像ですけども、全体写でもありますので、これは同型写像と。はい、あの同型写像の写像を全部略して書いてますけども、えっとえー、この場合は全部同型と書いてあるのは同型写像のことですね。同型写像のことですね。 はい、ということで、まあ、線形性は容易とか書いてありますけども、まあ、逆射像もすぐにあるので、全、え、単、ー、射であるということで、同型射像ということですね。はい、では、同型写像の例題を1、えー、つだけやっておきましょう。同型写像の例題としてはですね、はい、このような問題を考えます。次の各線形写像は同型写像であるかどうかを調べなさいと、こういう問題ですね。はい、それではちょっと考えてみてください。 はい、えー。それでは解説していきます。えー、っと、まず最初なんですが、えー、っと、ファイ、V3 から K3 で、えー、PX、3時間の多項式 PX に対して P0, P1, P2 を対応させると。を、成分にも通す数ベクトルを対応させるということですね。はい。これ、あの、単写ではないわけですね。なぜならば、この P0, P1, P2 っていうのを考えると、これが全部0の場合考えると、000になる場合って考えるとですね、えー、これは要するに X、X、X-1、X-2 で割り切れるってことですけども、 ま、3G 以下の多項式だと、このーは別にこれ自身の 3G 以下多項式あるわけですね。まあ、これの整数、定数倍は全部、C 倍の x, x、x-1、x-2 ってやつは全部、あの、これが000に移ってしまいます。特にん C は1に取っておけばこれ移ってしまいますね。でもちろん0多項式0も000に移りますし、まあ、要するにま、000に移るやつがいっぱいあるわけですね。1個じゃないわけですね。ということはま、少なくともこれは単車ではありません。はい。単車ではないので、えー、これは、 あもちろんこれ、あの、すべての値を取るように、ABC の値を取るような多項式っていうのはまああるので、P0 が A、P1 が B、P2 が C になるような多項式っていうのは取れますので、あの、3時間の多項式だと取れますので、まあ、全社にはなるわけですけれども、単社ではないので、これは、えー、同型者像ではありませんということですね。で、次の2番ですけれども、2番はあ、これはどうでしょうか。ABC に対してこういうものを対応させるわけですけれども、これは、 えっと、5v イコール x となるえ、えっと、やつがないんですね。つまり前者じゃないわけですね。はい。つまり、えっと、例えば、この、A、ここに、これが v2 で、x ですね。x を作ろうと思っても、これ、x の項がないので、どう頑張ったって、まあ、x スいかないですね。x に移らないと。つまり前者ではないということはすぐわかると。まあ、もちろん単車でもないんですけれども、前者でないことはすぐわかるので、これは同型車道ではありませんということになります。 で、最後の三番ですけども、三番は、これは、えっ、ー、と、二の PX 多項式、二次以下多項式に対して、えぇ、ー、A'、B'、ダ C' は、これに地位結合ですね。これを解いてみるとですね、ちゃんと A'、ダッシュ B'、ダッシュ C' がただ一つ決まることはわかりますと。まあ実際解いてみると、えっ、ー、と、C' ダッシュイコールマイナス C とかですね、B' ダッシュイコール B とかこうわかるわけですね。はい。まあ実際一応解いてる、これ解いてありますね。はい。こういう風に解いて、解ける一つ解を持ちますので、 つまり、ちゃんとこう逆対応がつくわけですね。これに対して、あの、多項式に対してこの ABC が一つ決まるということですから、全単者ですので、まあ、線形写像であることも、あの、これいいですね。基本ベクトルに対して、1、E1 に対して、1、E2 に対して1、1足す X、E3 に対して、1-X 乗という、まあ1、1、一足す X、1-X 乗という、これ規定ですから、この規定にこう、規定を規定に移るという、えー、線形写像になっていますので、これは、あの、同型写像であるということがわかりますと。 どのような多項式 PQR に対してこの ABC に対してこういうやつが同型写像になるかということをちょっと考えてみてください。この例のようにですね、えー、これは2つあるわけですが、これはまあならなかったわけですね。はいまあ、ちょっと今ヒントみたいなこと言いましたけども、だいたいわかるかと思いますが、まあ、要するに PQR がまあ規定になってればいいわけですね、はい。ということなので、これはその場合はもう完全にこれは1対1になって、 え、同型写像であるということがわかります。はい。それでは最後にですね、ベクトル空間同型について説明しておきます。えっと、V と W をベクトル空間としてですね、V と W が同型であるというのは、同型写像が存在するときに言いますと。ですね。はい。で、えっと、例えば V と V 自身は高頭写像によって移り合いますから、高頭写像は同型写像ですので、え、これはあの、同型ということになります。 それから V と W が同型であれば、その同型を与える写像 F の F インバースを考えれば、W から V への同型写像になりますので、これも言えますと。それから V と W が同型。W と Z は同型であれば、V と Z は同型になりますと。同型の同型は同型であるということですね。友達の友達は友達みたいな感じでなりますということですね。で、これはまあもちろん、この同型写像 F と G 考えて G0F を考えると、線形と線形の合成は線形で、 全体者と全体者の合成はこれ F インバースマル G インバースという逆者像を持ちますから全体者であるということになりますのでこれは言えますということで V と,とでまあこういう3つの性質が成り立ちますとでこういう性質が成り立つようなこういうチョロンというようなこういうまあ二,項関係二項関係ですねこれをまあ同値関係というふうに言います2つの間の関係の中で 自分自身と同型であると。それから、えー、A と B が同型であれば B と A も、A と B がそういう関係であれば B と A もそういう関係であると。いうことですね。まあ、友達の場合は、自分が、A、B さんと友達と思っていても、B さん、A さんのことを友達と思ってないとか、そういうこともありますけども、まあ、それも、えー、そういうことがないとすれば、まあ、まあ、友達みたいなものと思ってもらっていいんですけれども、まあ、あと、友達の友達は友達と。まあ、これも、まあ、友達の場合は実際にはあんまり成り立ちませんけども、えー、まあ、こういうの同値関係と。 いいですねまあ、統合なんかはもちろんこ同値関係の一つになります、はい。それで不等式とかはこれ同値関係ではないわけですね。不等式 A 小なり B という関係はあのーまあ、これが成り立ちませんし統合を入れ,入れるとこれ成り立つんですけどこっちの方は成り立ちませんので、えー、これはまあちょっと言えないということになります。はいということで、えーとまあ、C についてはこの今説明したようにですね、えーまあ、同型者同であることが分かりますと。はい でえっと、もちろんですね、この V と W は仮に同型であると、ベクトル空間として同型でやっても、その V, v から W の写像がすべて同型写像とは限らない。当たり前のことですけど、例えばすべての V の弦に対して0を対応させるという線形写像もありますから、まあ、あの逆は成り立たないわけですね。存在するということと、あの常にそうだということは違いますので、まあ、ちょっと勘違いしないようにしてください。はい。で、えっと、3次元数ベクトルに対してこれですね、これはあの同型写像になるわけですね。 はい、ということで、まあ、K3 と P2K は同型になるということは言えます。あるいは、以前やりましたフィボナッチ数列の全化式を満たす数列全体に対して、えー、第1項と第2項の成分に持つ数ベクトルを対応させる写像。これは全同型写像になりますので、この2つは同型ということになります。はいでえっと、一応、法則としてこの同値加減のところで A のことを、の A の規則のことをまあ反射率、B の性質のことを対象率、 C のとまあ推率といいう,うに言いますで、えっと、まあこのような関係を満たすものっていうのは結構線形代数の中にもいろいろあってですね、まあとでまあそういうのはいろんなもの出てきますけれども、まあ、いろんな線形、あの同値関係でも出てくるんですけども、まあ、例えば一応,一応今までやった中で言うと、2つの行列 AB に関してランクは等しいっていうのは1つの同値関係になるんですね。はいまあ、これは要するに同じ型の行列の場合ですけども、これが PQ A というふうに書けるので、 これあの逆に A は当然この P インバース P 九インバースかけますので、まあ、お互いに正則行列 A P 九を使ってこういういこに書き合えるっていうのは、まあ、このこういう性質を満たしますよね。で C もまあ、こう B に対してこう P ダッシュ B 九を出したとすると、これ組み合わせると C は P ダッシュ P の A の九九を出したふうになってね、ね A と C はまあ 同じランクだということは言えるわけですね。ということで、まあ、ランクが等しいという関係は同値関係になります。はい。まあ、これは同値関係を使って、その中、いろんなものを類あの類,類型化するという、あの分類するというのは、結構その数学ではよくある話なんですけども、まあ今、今ではベクトル空間の、まあ早い話、分類みたいなことはちょっとまあやりたいわけですね。 はい。それでは最後にですね、まあ、も,もっと詳しい話は、えっ、ー、と、この次の動画の方で、えー、やっていきたいと思いますけども、とりあえずこ、ここはですね、最後にこの問題で締めていきたいと思います。えっ、ー、と、次の文中に適切な文言を入れて、証明を完成させなさいということで、ちょっとこの文章を読んで、えー、空欄を埋めてみてください。 はい、えー。いかがだったでしょうか。では、順番に見ていくことにしましょう。計、え、算、ー、と K4 が同型かどうかを考えようというわけですね。3次元数ベクトル空間と4次元数ベクトル空間が同型かどうか考えようと。えー、もし同型とすると定義によって同型な写像 F、計算から K4 が存在しますと。まあ、F は線形写像ですから、ある、えーねえー、行列の型を書いてくださいという,うですね。計、え、算、ー、から K4 ですから、これは何ですか はい。4×3 行列。4行3列の行列 A が存在して F イコール TA となるわけですね。はい。これあの 3×4 と答えてしまった人はちょっと注意してくださいね。はい。これは 4×3 ですね。4×3 行列とはい、3次元数ベクトルは 3×1 行列とかけたら 4×1 行列、K4 のベクトルが得られるわけですから 4×3 行列ですよ。いいですね。はい。で、 この 4×3 行列 A が存在して F イコール T へと表せるわけですが、ここで F はどうなるか。ね。同型だと言ってるわけですから、これは。はい。全単車ということになりますね。はい。で、F が全単射ということは、この T はどうなるんでしょうかね。はい。全単車に逆行列が存在するわけですね。逆行列が。はい。しかし A は正方行列でないんで、これは不可能ですね。A に対してこれかけて単位行列になることはあり得ませんので、これは同型写像は存在しないということになります。 つまり、K3 と K4 は同型でないと。これ同型あり得ないということですね。はい。今度は、K2 と P2K が同型かどうか考えましょうと。で、まあ、同型と仮定して、K2 から P2K なる同型写像が存在したと仮定して、1,0の移り先を多項式 PX、0,1の移り先を多項式 QX とすると、F は線形写像ですから、AB の移り先はどう書けますかはい。こういうふうに書けますね。PX の A 倍と、Q、QX の B 倍と。 で、もしこれが前者だとするとですね、P2K のすべての弦が p x q x を一時結合でかけることになりますね。はい。これどうですかおかしいですね。これ二つでかけるってことは、P2K は、まあ二次元以下ということですね。まあ PX19X は一時独立であれば二次元だし、一時独立でなくてもこれは二次元以下ということ。二次元未満ということになりますね。まあ、いずれにしろ二次元以下ということになっちゃいますから、これおかしいですね。P2K って三次元だったはずですから、これは、 はい、おかしい文字をするということで K2 と P2K は同型ではないと、はいまあ。以上の考察からですね、えー、V と W っていうベクトル空間が同型であれば V と W に関してはある条件が成り立つことが分かります。はい、で実はその逆が成り立つというのが次回以降に出てくる話なんですけれども、まあ、それをちょっと考えてみてください。